篠田治作、篠田治作昭和21年1月23日は、明治後期から昭和前期にかけての法学者、宅務官僚。静岡県城東軍池に田村の農家の長男に、生まれ15歳の時に上京して近所中学校、第一高等学校を経て、明治32年に東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。一度は弁護士になるが、 明治37年の日露戦争勃発に際して、陸軍省の国際法事務職宅に任ぜられて、第三軍の国際法担当顧問として従軍、旅順要塞陥落後は、同要塞の司令部付顧問を兼務した。戦後の明治40年に、韓国党官府の職宅となり、真島派出所総務課長、党官府秘書官を歴任、日韓併合後の明治43年10月から、 朝鮮総督府によって平安南道へ派遣された。平安南道では総務部長、内務部長を歴任後、大正8年9月26日に平安南道知事に任命されて、大正12年2月まで務めた。この間に日露戦争における戦時国際法などの研究などで法学博士を授与されている。知事退任後は利用食時間に転じ、昭和七年に 美容職長官に任じられ、昭和15年3月まで務めた。同年7月から、京城帝国大学総長を任じられ、昭和19年まで務めた。この間の昭和18年には、訓一等旭実大受賞を授与されている。第二次世界大戦終結後に死去。ありがとうございます。